本日はベネクス川崎店さんにやってきました。撮影許可ありがとうございます。早速潜入していきましょう。とりあえず縦ハメ狙います。重心はどうなんだろう。重心は上っぽい。でもとりあえず縦ハメの要領で進めていくよ。うん、思うようには動かなかった。とりあえず角度つけていきます。思うように動かない。アームをギリギリに入れすぎると片アームしか入らなくてダメだね。とりあえず縦ハメの要領で進めるよ。これは良い形。側面から回していく作戦だよ。側面回しはダメみたい。今度は奥角から回してみます。ああ、押し込んでしまった。奥をすくってみます。横ハメに作戦変更。横ハメしか勝たん。思いっきり横にしていくよ。やっぱり横ハメしか勝たん。最初から横ハメしてから4回くらいで取れたかもね。フィニッシュはわざと片アームを当てて左アームだけで引き上げるよ。ゲット。10回もかかってしまって反省反省。続いてはフリーザ狙います。縦ハメ狙っていきます。動き的に下重心っぽいので何としても縦ハメたい。理想的な動き。左奥を思いっきり描いてあげるよ。右奥を狙ってあげてもう少し沈めるよ。十分沈んだので左アーム寄せてフィニッシュ。結構最短で頑張れました。マッシュは誰か様のやりかけ失礼します。完全設置して諦めたのかな。確かになんか動きづらい。とりあえず引き上げするために角度をつけていくよ。景品がこの角度になったら引き上げ一択だよ。まだ足幅に通らないからもう一度引き上げるよ。これで足幅に通るね。足幅に通ってるので後ろから返すだけだよ。テンポよく取れました。100円2回のウサギとドロキ狙います。超下重心なので縦ハメしたい。下重心すぎて縦ハメ無理そう。うん、あまり良くない。悪い上側を投げてみます。あ、これはワンチャンあるのでは。同じように上側を投げるイメージ。手前に来すぎてしまった。一部分は足に通ってるけど手前に来すぎてて返すことができません。左に眼寄せして反動で奥に移動させます。大成功。あとは足幅に通ってる部分を押すだけ。積んだかと思ったけどなんとかゲット。次は8割れ爆豪を狙うよ。こちらもなんと100円2回。今回はバランスキャッチ狙い。そのまま落ちてくれたら嬉しい。クレで発想甘くないのじゃよ。あれ、おじいちゃん、わかったよ。慎重に押すね。100円2回なのでたった100円で取れてしまいました。ボンドルームライトやってくよ。一方体系の箱は苦手だから模索しながらやってくよ。とりあえず奥側にはめるイメージ。右奥角が落ちそうなので左に寄せながら手前を持ち上げます。うん、これは想定外。右手前角が落ちそうなので左奥角を寄せるように狙います。うん、惜しい。もう少し寄せて転がして落ちるように狙います。ダメだ、やっぱり立方体箱は苦手です。とりあえず角を持って体勢を変えたい。
これはミスだね。次こそ破格持ちを。うわ、惜しかったね。僕のもろ積みを持ってくっくり返して落とす作戦。右アームが入ってなかった。でもこの体勢はヒギを使う時が来た。ヒギ頂点押し、完璧な頂点押し。これは取れたね。これで取れないか。奥角を掴んで手前に倒して落とす作戦。結構完璧だったのに取れないか。もう一度ヒギ頂点押し。これはやばい。戻る。運よくチャンスの形になりました。立方体の箱でこの形はチャンスです。奥に投げるように真ん中より若干手前よりで狙います。そうすると大体奥に投げてくれます。もう端幅に通るので後ろから返せば取れちゃいます。苦戦したけどなんとかゲット。美味しそうなジュースあったよ。クレゲやりすぎて喉乾いたから取ってくよ。手前の滑り止め効いてない。引き上げるために角度をつけるよ。最後は寄せながら引き上げるだけ。ブドウジュースゲット。おまけ映像だよ。ありがとうございます。よいしょ。